赤いテープ巻いているのがブローズから中本龍平、対して青いテープを巻いているのがケイブから宮城俊介27歳黒いトランクス、今ローキック放っていったのが宮城です。宮城はムエタイルールで3つの王座獲得歴があります。まあ、MMA はこれが4戦目、2連敗中、まあ、セコンドには石渡慎太郎さんがついています。対してセコンドにはブローズですから、中倉隆史代表がついているのが中本。中本は6つの KO 勝ち、大阪市出身、ご当地1年ぶりの復活ということになります。まあ、昨年4月はディープ大阪 MG 新助に TKO で敗れています。でも中本選手の強打、それから宮城の立ち技でのテクニック、どう MMA にフィットしてくるか、現状で中村選手、はい、この戦い裏メインを見ていたそうですね。はいはい、もうこれもう一番楽しみにしたところですね。もう絶対 KO はなるちゃうかなって思ってるんで。どういうところを楽しみにされてるんですか。やっぱりその、宮城選手はもうメーターでそうやってチャンピオン取ってるのと、はい、中本選手ってもすごいこう、はい、当て感すごいんで、はい、こうもうどんな試合なんねやろみたいな ね、はい、まあ、この MMA のケージの中でその宮城選手もどんな風にスキルアップしているのか、はい、まあ、前回は強い蹴り、うん、前回は今年1月まさにその石渡さんの引退興行でしたね。バンタム級トーナメントで風間俊臣選手に敗れたんですが、風間選手のあの時の決めの強さというのにやられたわけなんですけれども、そこからどんな風に段階を上げてきたか。そうですね。対して中本選手は6 KO 勝ち、全部 KO、 これパンチで決めています。はい、いやほんまにパンチ力はすごいなと思いますね。当て感がいいですよ。これもやし、やっぱよく見てるんですよね。はい、今オーバーハンドは何もあって、左はさらにフックからローキック、だいぶこう凄みいい感じさせるような感じがありましたね。はい、そしてステップの動き、前蹴りは宮城、ケージの中心を取ろうとしているのが宮城、回ります。中本、距離どうですか。うん、お互いにもうギリギリする距離感でやってるなというのはあるんですけどね。そうですか。はい、この膝の上もうちょっと腫れています。赤く色変わっています中本。まだでもちょっと、ね、中本選手様子見てる感じはありますね。確かにそうですね。どこでこう爆発させるのかな。はい、うん、はい、左ミドルキック、さあこれを見せて組みついていったのが宮城です。左足外回りからテイクダウン、はい、テイクダウン、いや残り2分というところでいい形で宮城がトップを取りましたね。はいはい、この展開になると思ってませんでした。うわ確かに、はい、このまま打撃でいくのかなと思いきや、はい、これ狙ってましたか。そうですね、うん、まさかと思ってますよね中尾選手も。はい、まああまり反応はありませんでしたもんね。はいはい、さあここから1分半余り、宮城はどう使っていくか。勝ちますね。勝ちました。中本勝ってまた距離を取ります。さあステップバック右ローキックは宮城、宮城はこれ画面の右側強いスパッツ着用です。まあ、左ミドルなどもいいですね。はい、基本中の基本と言えそうです。はい、やっぱりしっかりこう下上を振り分けてやってきてるんで、はい、うん、まあ、それもあってのタックルですね。そうですね、組み立てはあとうまいですね。はい、それからカーフキック、様々に放ってという宮城。さあ中本は強打ビッグヒットのタイミングどことなるか、うん、どう積み重ねていくのか。強い距離取りますね宮城、見てます。うん、中本の方もよく見ているというお話が中村選手から飛び出しています。今もそうですね。残り時間30秒、中本足をよく使っています。これに対して左のミドルキック、右は嫌がらせうまいですねやっぱり。はい、はい、距離設定ですね。まずジャブから中本、ガードが高くなった、右を放つ宮城、
時間がない。第1ラウンド少し左に動いてからの宮城、ここで第1ラウンド終了です。1ラウンドは宮城選手ですね。宮城決めましたか、改めてどんな風に見てられましたか。そうですね、宮城選手は上下振り分けうまい中でそのテイクダウンを取りに来たっていうところはすごいうまかったですね。組み立てがやっぱりうまいなっていうのは、はい、まあ、そういう練習っていうのは積み重ねてきたなというのは伝わりますか。そうですね、うん、やっぱり中本選手的には多分打撃だけで来るって思ってた部分がすごいあったんじゃないかなと、はい、不意を突かれた感じでしたね。宮城選手から見るとそのグラップリングにとてもない力を発揮するプラスマット勝利戦ですよね、あの戦いあっていろいろまた学んだのかもしれません、うん、まあ、男塾一期生なんていう背景もあります、はい、まあ、それに対して中本の方はプロシュートパンクラスディープで5連勝5 KO 勝ちというレコードもありました、はい、まあ、それ以降勝ち負け繰り返す状況になっています。さあプレッシャーをかけてという声セコンドからも飛んでいます。まあ、両者またちょっと近くなりますかね。そうですね、ここから、うん、ペース上げていくんじゃないですかね。あ、うん、あ、ね、あ、中本のダッシュ嫌がってますね、はい、嫌がってますね、嫌がってこうやって首を捉えようにしましたか、うん、あ、でも自らを踏み立たせるように宮城、うん、ガードを高くして距離は譲りません。左ミドルキック、うん、まあでも中本選手が何かこう落ち着いているようにも見えるんですよね、はいはい、やっぱり一発あるんで、はい、今のもやっぱちょっとひるみましたもん ね、 ね、うん、やっぱり一撃ある選手って怖いですし強いですね、はい、距離感どうですか。第1ラウンドと変わったりしてるんですか。今のところ、あ、でもやっぱりお互い出てきたりはしてるんで、はい、うん、宮城が出て、うん、それに対して中本、はい、まず左から当て込んでいきます。ちょっとプレッシャー宮城選手がかけ出しましたね、はい、そうですね、はい、お互いオーソドックススタイルのままです。こうして肩のあたりから状態を動かして戻ってきた。アタックルはこれも見ています中本、前蹴り宮城、今はもう中本選手に詰めた、うん、ストレート、タックルっていう頭が入っちゃったんで、はい、多分上当たり出したり今見たりするんですよね。はは、うん、宮城の攻撃こう散らした効果出てきましたか。そうですね、となるとその先ですね、はい、どんな風にお互い判断するのか、いいですね、今の頭のレベルチェンジとかもすごい良かったんで、はい、うん、あ、頭のレベルチェンジ、あの、はい、上げ下げの、ね、はい、やり方でタックルの勉強からのパンチとか振り返ったりすると、はい、当たったりするんで、今もタックル見せました、右で突き放すようにする中本、右を返す宮城、追いかけて宮城、下がって中本という図式になっています、この第2ラウンド、うん、ただ中本選手は一発あるんで、そうですね、そうですね、まあ、宮城もそれは十分警戒しているでしょうけれどもね、はい、残り半分が過ぎました、まあ、試合自体でちょうど残り半分経過というこの一戦、3ラウンドマッチです。まあでも宮城もよく下がっています、はい、そうですね、しっかりガードしました、はい、中本の動きステップバック、宮城はこの後どこを突破こうとしてくるか、右外からも放ってきます、はい、宮城の圧力、歩くようにしながらボディへの蹴り、あまり間合い変わりませんか。そうですね、今ちょっとまた開きましたね、はい、まあ、でもやっぱ宮城選手は常にプレッシャーかけてるようなのがありますね、はい、ナイスになるんですよ、今のいいですね、中本のパンチ、はい、見てますわ、はい、まあ、だいぶこうリストも強そうですよね、はい、タックルが、うん、ボディへ、
まあ、だいぶ高い位置で宮城です。今日は物出しされてるんで、はい、入れ替えさないと、これだ。ねじ切るようにしながらテイクダウンを狙う。バックからでも構わないと宮城。この辺り前回の敗戦から、さあ成長をさらに見せたいところです。ここは前を落とされないようにね、はい、はい、あ、中本選手は落としたい、はい、ね、はい、あと1分切りました。少し、ね、変えながらちょっとずらしながらこう落としていきたいですけどね、はい、まあ、この体勢で止まっています、うん、そうです、揺らして落として、はい、軸だけ作っておけという声も飛んでいます、はい、まあ、ちょっと右足を宮城が外にこう出すような形で引っ張ってきてクロアチングしてますね、はい、うん、これ、うん、あ、殴っていく、そしてもう一回踏ん張る、これ少しでもダメージ与えたいですね。そうですね、クリスモンカムフザー、これは強い、強い、上手いですね、今の、うん、この辺りは宮城のフィールド、このケージで生かして、さらに肘、今度は右を差しながらの中本でしたが、第2ラウンド終了です。首相撲からの、テープ長いですね、やっぱり。あれはまた見る人が見れば大喜びしそうですね、はい、そうですね、改めて感想からいただきましょうか。そうですね、やっぱ宮城選手がもうプレッシャーかけ出しましたね、うん、そのプレッシャーから自分のやりたいことができるようになったなという印象はあります。そうですね、やっぱりあのタックル1回行った後にあの頭の位置をしっかり変えてフェイント入れてもう1回打撃っていうのは、はい、あれは めちゃくちゃ嫌ですね、やられる方からすると。そうですか、はい、本当にそのスタンドの状態での確認さんですよね、はいはい、もう中本選手はラストこのラウンド、はい、KO しかないですね、 KO1 本しか、ちょっと今2ラウンドとも取られてると思うんですよ。そうですか、はい、バンタム級の一戦、こちらが宮城俊介、 MMA4 戦目、立ち技ではムエタイで3つのタイトルを獲得してきました。そして中本龍平が3つの KO 勝ち、全部パンチで収めている猛者です。さあ拍手が巻き起こりました。最終第3ラウンド、中本、いやでも圧力で宮城さらに勝るか、あと前に出てまた下がってというところ、中本出てきます。どのタイミングで中本も前進するかですね。そうですね、まあ、肘なども狙ってくるか宮城、うん、まあ、期待していることを中村優作選手伺いたいと思います。僕ですか、はい、もうこれは KO 決着してほしいです。やっぱりそこですか、はいはい、まあ、ご自身裏メインですもんね。そうです ね、いやちょっと宮城選手余裕出てくる感じですね。あ、はい、そうですか、はい、どのあたり、ああ、はい、タックル、まあ、こういうところしっかり見切ってますもんね。そうですね、うん、しっかり、うん、やっぱり展開うまいですね、うん、作ってますからね、はい、しっかり作ります、はい、うん、あ、タイムストップ、これローブローとなったようです。下腹部に蹴り、膝が当たってしまったようです。うん、まあ、この時間もいい意味で使って呼吸を整えていきたいところですね、うん、はい、さあディープ、ディープケージインパクト in 大阪2022、これはバンタム級の戦いです。あ、ナイスナイス、しっかり見て片足タックル、うん、また切り相撲ですね、うん、うわここの展開は強いですよ、逃げられない、うん、ねえ、膝連打肘、これはまたこうなると生き生きして見えますね、はい、ここは動かないとダメですね。そうですね、はい、うわー、うまい、またひねって、崩してくる、はい、まあ、崩し、こかしなんていうふうに言いますけれども、はい、よくムエタイの奥義、テクニック、まあ定番、いろいろ置き混ぜて、はい、MMA 戦っています宮城俊介。さあ下からは、あ、下から足を引かせてくるか、うん、中本、うん、うわー、またひねり、身をよじる彼の体勢から片足捉えられるか、抜けています。
今度はだいぶ低い位置でコントロールしようとするのが宮城です。体勢どうですか。ここは引っ張られたらバックかもしくはテイク取られるんじゃないですかね。あ、切り替えましたね。まあ、正解しました。あ、滑った。でももう一度ボディロック、これらしいですね、はい、これはもう一回ラッキー差し替えしたいですけどね。あ、足差し入れました。あ、ナイス。で、下半身のバランス崩すようにする。ここでまたグラウンドで宮城の方が引きずり込んでいます。中本もバックエルボーで必死でしたが、足組んでますね。そうですね。バックマウントの体勢、宮城がまた勝ったら戻りした。宮城キドジョークの形、どれだけ腕は差し入れられていくか。まだ大丈夫ですね。そうですね、うん、外してちょっとこうパーフェクトアームに近くも乗りましたが、また外れています。中本選手腰ずらしたいですね。ちょっとずれないか。ずれないですね。だいぶ硬い形になってますね、はい、逆サイドに行きたいですけどね、一回、はい、逆サイドに行って、そうそうそう、一回左側に動こうとするんですよね、中本選手。そうですね、けどあの足が今度引いてるんで、はい、いけないですね。整体もできない、はい、今落とすしかない。あ、ナイス。落としました。宮城もついていこうとしていましたね、はいはい、さあ外誠来るだ。左を差して、おーおーおー、うまいです。右足を飛ばしてきました。そしてその流れの中でサイドポジションを取っている宮城、もうこれ成長一途と言えそうですね。すごいですね、あんだけテイクダウンできたら、はい、うん、あの前回決め切られた悔しさ、エネルギーになっているようです。それからエルボー怖いですね、はい、もう一度抜けました。さあ中本も何があるか、ここはいかんぞ、もう行くしかない、まだパンチの威力、ここは行くしかない、死んでいないか、行かない行きたい、今出たい、でも前に出てくるとリアルですね。そうですね、徹底的に距離を潰してきます。はい、そして左を差しながらボディへの膝、腕を巻き替えて右を差した中本を突き放して、まああと30秒しかありません。前にまた潰した宮城、宮城前進、これがちょっと滑ったの、ラストチャンスですね。ラストチャンスあるか、ここで試合終了。熱のこもる攻防となりました。強打の中本、それを封じるように打撃からの攻防を組んで宮城、めちゃくちゃ面白かったです。めちゃくちゃ面白かったです、はい、いや首相撲からのあの股関節がもううますぎる。あれはうまい。あれはもうずっと MMA に転向する前から磨いてきた技ですもんね。そうですよね。いやあれ持ってると思ってないで落ちないですね、はいはい、さあ3ラウンドを戦いました両雄、この後判定の発表となります。中本選手、はい、いやこうやって膝に両手ついています。今中央にやってまいりました。さあ発表です。
ジャッジは30対27の2人、29対28が1人でした。さあ中本選手、改めていかがでしたか。いや強いですね。いや中本選手もそんな腰弱い選手じゃないと思うんですよ、体も強そうやし、だけどあれを軽くこうポンとこう技術でこかしてるのはもう強いなって、はい、あの技欲しいですね。欲しいですね。そういうセーブスポイントある選手は強いなというふうに中村選手にも伺っていましたが、はい、それが中本選手にとってはハードヒットのパンチ、はいはい、宮城にとっては様々なムエタイテクニック、そうですね、それから前進していく気持ちですね、うん、はいはい、もう最後は全部潰してましたもんね、あそこで前に出るっていうのは大変なんですよね、はい、大変怖いと思う人はあのパンチがいけるんで、はい、あれをうまいこと一人で潰すっていうのがね、うまいですね。いや西渡り慎太郎イズム魂も注入されてという男軸育成ですね、さすがです、はい、これで連敗の流れを断ち切りました、はい、MMA プロ2勝目宮城俊介。